さあマグネチック乳乳の時間ですでしょうか。15のね、パート2です。今度こそこの滑らかな回転ドリルの動きが今度こそいけてんじゃないかな。 60fps にねしたかったんですけどね、ちょっと間違えちゃってしたかったんだけど、こっち 60fps にしただけじゃダメだった。動画のサイズも上げないといけないっていうことを調べました。調べて、今回からこそ60ね、ここからこの半端なパート15の2とかいう、そんなパートのところからね、パート15のその2ね。おかしいなぁ、なんでか下手になってる。どうしたどうした、いきなり下手くそだが。パート1のところまでいけるかちょっと疑問になってきたな。取れんからって死ぬことはないんだぞ。おかしいな。相当難しかったんだな俺の中でも。よし、行くぞ。もう分かってる、やり方は分かってる。一回やり、人間っつうのは学習する生き物だから。そして俺もまた学習する生き物だから。よし、ここまで安定感ある。これ何なの実体。触ったら死ぬよな、やっぱりな。これよく見るとめちゃくちゃキモいな。よし、行こう。あー、ちょっと待って。違う。ボタンがあったな。まだ下がってなかった。まだ間に合う。これも安全にいける。こうして、連れていけばいいのかね。あのゴルフボールみたいなの何？取っていく？いや、取らんでもいいや、めんどくせえ。逆に死なずに取れるかな？ちょっとチャレンジしてみたいね。お、いけた。やるじゃないの俺も。で、ここ、難しいもの。見た今の玄人めいた動き。もうニューニューのプロと言っても過言ではないのかな。ニューニューで生計を立てていこう。ニューニューのプロと言っても過言ではない。プロニューニューイスト。これがちょっとな。ちょっと滑りがあったね。床の滑りがあったね。だがプロニューニューイストはその程度のことでは動じないのだよ。プロニューニューイストはこの程度のことで動じない。よし。プロニューニューイストはこの程度の。あら、また。あれ？さっきも神がかり的な動きしてたのにな。あらー。
っと、もたついてんな、これ。あれ？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 よし、いけた。よし。さあ、行こう。さ、前回よりも進まないなどと。前回よりも進まないなどということがあってはならない。あってはならない。本当にあってはならないぞ。すごい動きしてるよ今。本当にプロのニューニューイストの方かと思われるようなそんな動きをしてた。これがなんか難しいな。うわ、危ねえ。お、なんかこれどうなの？すっごいとは言わないわ。何フレームとかそういう世界じゃないもんな。そういう世界じゃないんだけど、なんかな、なんだろうな。ほい、行くぞ。もうここで何回も死ぬのは嫌だ。やっぱダッシュした方がいいな。歩いていけるかなと今一瞬思って、シュッとスッと行こうとしたんだけど、それはダメだ。もうここはもう完璧に覚えたな。実際今の覚えるって何なんだよ。人間としてどうなの。ここよし、一気アップ。これもな、さあ来いや、もう。よし、安全に行こう。あれがなんか難しいね、電流がねえ。そんなの許されんのか。この電流のタイミングがシビアとかいうのは許されんのか。それはなんか音に頼ってしまう。これもな、なんでか青を押してしまうた。あれは向こうの方に青が見えたからだな。ビヨンビヨン、まずいぞーん。間に合う。向こうまで行きたいな。あのチェックポイントまで行きたい。焦るなよ。焦りはミスを生む。よし。さあ、ここですね。よし、ここまで OK。
ここからが難しかったよな。ここからかな。一応あのカール取っておこう。多分もうゴール近いんだよきっと。おそらくこうなってるってことはね。でさあどうするかという、あの赤をさ、この赤のこれをどうにかしなくちゃいけんよな。でもほんと謎解き。一晩寝ようかしたら、もう一晩寝て思いつくまで思いつくままにみたいな。危なっ。ここなんか登ってニューニュー。ここなんかあるな。お、いけた。よし。え、ここまではいけたんだっけ。ここまではいけてるわ。これがいけれなかったかな。わかった。意地悪だな。本当意地悪だな。ここまではいけるわ。割といける。ここだな。下見ていく。多少観光していく。じゃあこれが逆にさ、逆にこっち側に行って、ん？別に上行かなくてもいいのね。ただし、あの、メダルに気を取られた。よくない。集中力を切らしている。トロッコで作ったね、残機があるからなんとかなってるけどな。トロッコで作った残機があるからなんとかなってるもののみたいなところあるよ。ここだ。よし、セーフ。これで中間使いたくねえなあれ。うお、命拾い。ここで。よーった。よっ。ちょ。高所がすごいけど。高所恐怖症。高所感がすごいけど。これサムネに使っていこう。来い。多分ね。わかんないと思う。これこそ 60fps の見せ場だな。ここの赤のやつに跳ねて、こう行って、ここ捕まって、こう、青のが、こう行って、こう、青、ぴょーんで、こうか。赤、青、赤かな。そうだよね。赤、あで青にしなくて。難しいな、もう全く。バカみたいに難しいな。まあ。あと9機ある。もうこれで失敗でしょ。すげえ、自殺しろって。
親切なんだか何なんだか、親切だか何なんだか分かんないよ。なんかこうこうちょっと上がったらすぐ B ボタン押して B。で降りるわな。こっちじゃないよ、あっちで赤を押してビョーンと跳ねるからすぐ青を押す。よーんと、ほんとほんとあれだな、ほんとあれだな、下界を見下ろすニューニュー。人がゴミのようだ。よし行こう。これもさ、パターンがある。パターン読んだ方がいい。ランダム、この時は完全に一本できるな。青のやつが来た時にガッて行ってみるか。青の時が来たやつに、このタイミングで、え、うん、これそんなんじゃないねえ。どうすりゃいいのかな、どうすりゃいいのかな。もうこっからとかさ、やめてくれ。もう俺はダメかもしれん。ここでギブアップじゃないか、ニューニュー。正直ニューニュー実況終わりじゃないこれで。うおー、なんとかここまではいけるぞ。まあなんとかって感じだけど、取っていこう、貴重なコインだ。じゃあここどうすんのかって話だよ。ナチュラルにダッシュジャンプだと思うけど、待って、あれゴールじゃん。青の時にダッシュジャンプで行ってみる。行ってみよう。ワン、ツー、スリーで。よく見ると、青、青、青じゃないな。これほら、青、青、青じゃん。青、青、青になってんだよ。でも次の時には、青、青、なんかこの、なんかあの、小判みたいなやつは青、青なんだよ。それ違うんかな？これと。こっちの方で行った方がいいのか？そうでもない。これの後、多分変わらんと思うけどな。あ、これ試し、うーん、難しいな、本当に難しいな。勢い考えすぎた。頼むよ俺、頼むよ俺。あと2機。だからちょっと焦りがいかん。焦ったらいかん。焦りがある。焦っている。終わった。申し訳ない。パート3まで続きます、これ。その3までいきます。はあ、情けねえ。